電話占い昔俺が友人に頼まれて電話占いをしていた頃の話その友人は電話占いの広告を出していて何人かの占い師を抱えていたできる時だけでいいから手伝ってと頼まれ何回かやったことがあるまずは友人が電話をしてきて依頼があったけどこれからの時間できるかと聞いてくる できるときは相手の電話番号を聞いてコレクトコールでこちらから電話をかける。最初に料金設定の説明をして最後に〇〇分だったので〇〇円を振り込んでください。と伝える。依頼が来るのは大体夜の10時過ぎが多かった。職場での恋愛の話からディープな三角関係などいろいろな依頼があった。中には 会社で隣の席に座っている男性が自分のことをどう思っているか知りたいというような微笑ましいのもある。俺はタロットで占い彼もあなたのことを意識しているよと答えた。電話口で喜んでいる依頼人の声を聞きながら、ああ青春っていいなと嬉しい気持ちになったりする。ある時はかなりディープな話もあった。 夫がいる三十代の主婦なのだが、肉体関係だけの男友達がいて、どうやらその男が、組関係の人と付き合っているようだ、と。しかもお金が絡んでいて、脅されているらしい。彼がどこまで裏の世界に染まっているかを知りたいという。タロットで占うとかなりヤバい感じの暗示が出た。そのカードの意味を伝え、その人とは別れた方がいい、と伝えた。 納得できない感じだったのかあまり嬉しくない様子だった。そういうディープな依頼の時は心がずしーんと重くなる。言葉のイントネーションからして関西方面のようだったが、関西弁でディープな話は勘弁してもらいたいと思ったよ。俺が電話鑑定をやめるきっかけになった依頼がある。それは20代の若い女性。 付き合っている彼が浮気をやめられるかどうかという悩みだった。彼女は彼をとても愛しているのだが、彼はモテ男で複数の女性と付き合っているらしい。お前が一番好きと言ってくれてはいるが、彼女はどうしても他の女がいるのが許せない。いつか私彼を刺すかもしれない。ははは。 本気か冗談かわからない物騒な言葉を言いながら高笑いしていた。俺は、どうもその男性の浮気症は今後も続きそうだ、と伝えた。そして、一年後には別の男性と縁があるから別れた方がいいのでは、と言った。彼女はどうしても彼と結婚したいようだったので、結婚しても女癖は治らない、とはっきり伝え。 もう別れて新しい恋の準備をすることを勧めた。あまり納得しない感じで後味が悪かったが、料金を伝え、電話を切った。電話を切った後、執念深い彼女の性格が気になった。それから数ヶ月後、何気なく全国ニュースを見ていたら、28歳の女性が交際男性を刺殺、とのニュースが。 いつもならよくあるニュースの一つとしてあまり気にも留めないのだが、その時は胸がキュッとなる感じがあったのを覚えている。あの時の彼女の言葉が思い出されたからだ。いつか私彼を刺すかもしれない。<laughs> <laughs> 彼女の名前も顔も住んでいる場所さえ知らないのだから、全くの人違いかもしれない。 だがその時聞いた青年月日からするとぴったり28歳そのことがあって友人に連絡して電話占いをやめることにしたあの事件の犯人が彼女でないことを祈るばかりだビデオの女 アマミのとある海岸でビデオ撮影をした時の話。俺の家族全員が思い出に残るようにってビデオカメラをスタンドに固定して撮るんだよ。で、兄弟とかで海で遊んでたんだよ。その時はアマミに住んでる叔父とかいとこたちも一緒だった。まあ遊び疲れて、叔父の家に帰ってみんなでそのビデオを見たんだよ。 最初から身の毛がよだつ映像だった。映像の真ん中ぐらいだったかな。裸の女の人がぼんやり映ってたんだよ。髪がめちゃくちゃ長くて、でも顔ははっきり表情まで見えた。ぼんやり映ってたのに表情まではっきり見えたって矛盾してるかもしれないけど、マジでそう見えた。心霊映像とかであるような、 睨んでるっていう表情じゃなくて、笑ってたんだよ。しかも楽しそうに。何が楽しいのかは、わからないけど。で、家族全員何かに取り憑かれたようにテレビに見入ってた。5分ぐらいしてからだったかな。その女の人が、徐々にカメラに近づいてきてるってわかったのは。もう。 全員顔が真っ青だった。でも、ある瞬間におかしなことに気づいた。その女の人の前を、いとこが通り過ぎた。通り過ぎたはずなんだよ。なのに、女の人はビデオに映ったままだった。わかりにくいかもしれないけど、いとこが女の人の前を通り過ぎたら普通、いとこの影に隠れて、 女の人は見えなくなるだろうそれがなくて女の人はずっと映り続けた。その時に少なくとも俺とおじは気づいた。ビデオに映ってるんじゃなくて画面に映ってるんだ。つまり、そいつは俺たちの背後に。おじは思わず振り向いたんだろうな。おじの悲鳴が聞こえて、 俺たちは一斉にちりじりに逃げた。テレビの横がリビングと廊下をつなぐ扉になっていたのが助かった。後ろを振り向かずに済んだんだから。外はもう暗かったが、おじの家の前に全員飛び出した。みんな顔が真っ青だったが、おじが一番顔色が悪かった。親父がおじに何がいたんだって聞いても、 震えて口を開こうとしない。結局、問い詰めてもおじは口を開かなかった。今となっては、あれが何だったかはわからない。あのビデオを再び見たが、女の人は映らなかったからだ。やはり俺たちの背後にいたらしいんだな。でもおじの怯え方は、女の人を見ただけとは思えなかった。 なぜなら、おじはこれまでも幾度となく心霊体験を体験したらしく、そういうのには全く怖がらないのだ。そのおじがなぜあそこまで怯えたのか、それも今となってはわからない。おじはその4日後、風呂場で溺れて亡くなったからだ。そして一番の疑問は、どうやって女の人はテレビ画面に映ったか、だ。 俺たちは全員テレビの前に座ってた。つまり、女は俺たちに遮られてテレビの画面に映ることができなかったんだよ。これは4年前に俺の身に起きた実は、俺は未だにあの女の楽しそうな笑みを忘れることができない。 流浪のテープ。まだ DVD なんてない、ビデオテープの時代の話。俺が大学生の頃、宅配ビデオみたいなのがあった。いわゆる、エロビデオをバイク便みたいなので送ってくれるもの。学校から帰ってくると、ポストなんかによくいかがわしいチラシが入っていて、自分も欲望に逆らえず、 ついつい注文してしまった。配達をドキドキしながら待ち、夜22時過ぎくらいに、やっとこさバイク便到着。高い金を渡し、商品を受け取り、すぐにデッキに挿入。やや荒い画像で黒幕がしばらく映り、タイトルが出るわけでもなく、唐突に女が現れた。俺は思わず、 うおなんて情けない声を出すくらいびっくりした。その女は腕連の髪型で、いわゆるバブル期な感じな派手めな女。派手な割には無表情で、自分の部屋だろうか、画面の中からじっと俺を見つめてる。全く話は進んでいかないし、5分くらい見ていても、女は一時停止したように俺を見つめている。 途中早送りをしてたら、口元が動いたので、巻き戻して再生してみた。すると、私は5年前のこの時間、と言った後ノイズが入り、ぐわ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 、と、わけわからんような、ノイズと人の声が混じった感じになって、画面もぐわんぐわん乱れて、最後には砂嵐に。俺は、なんだこりゃ不良品か、と思い、 イライラしながら業者に事情を説明し、別のテープと交換するよう言った。業者は、わかりました、と軽い返事で一方的に電話を切った。その後いくら待っても業者は来ることもなく、連絡もなかった。変な商品を捕まされ、イラつきながらも、こういうビデオ販売は、ヤクザさんが絡んでるといった噂を思い出し、 この業者に再び連絡をすることはなかった。このテープは友人に譲ったのだが、その後友人から電話があり、なんだあれエロビじゃねえじゃん。どっかのビルだかアパートが映ってるだけで人なんか出てこねえよ。と苦情めいたことを言われた。俺がおかしいなちゃんと巻き戻したかと聞くと、 当たり前だろ、お前が抜いたところなんて知りたくないからしっかり巻き戻したよ。とのことであった。結局その友人も別の友人にテープを譲ってしまった。その友人も俺の知り合いだったので、テープの内容を聞いてみると、女の子が出て裸でソファーに寝てた。というかそれだけ。全然エロいことやってないし。 というより泣いてたみたいな感じで痛々しかった。一分もしないうちに砂嵐になったから気味悪いし物質に置いてきたわ。とのことで、俺はそれ以降このテープがどうなったかは知らない。この友人曰く物質からなくなっていたから誰かが持って行ったんだろう。とのこと。今は DVD の時代だからテープを再生する人はいないだろう。だけど、 今でもどこかに存在してるのだろうか。ひょっとして俺のところに来るまでも誰かが同じように見ていたのかもしれない。俺たちが見たものとは別の映像を。見る人によって内容が違うという気味の悪い話で、俺とこの二人の友人の間では流浪のテープと呼んで、今でも集まるとその話になる。 ビデオテープ僕が小学5年生の時に体験した話です僕は幼い頃から父の影響で心霊や怪談物が大好きで暇さえあればネットでホラー映画怪談を拝見拝聴していましたでも心霊系が好きではありましたが 大のビビリでホラー映画の脅かしてくる演出とかは何十回同じシーンを見ようがずっと「うわっ!」と声に出してビビってました僕のこのリアクションが父母姉にはどうやらツボだったようで姉なんかはわざわざホラー映画の驚かしてくる演出のみを切り取った映像を作って 僕に見せてリアクションを楽しむくらいでしたある日父が仕事の帰りに近くのレンタルビデオ店から心霊映像集みたいなものを5作ほど借りてきました VHS って今の時代の子に伝わりますかね任天堂 t e n d s w i t c h の両脇のコントローラーを外したくらいの大きさで中にビデオテープ 正確には磁気テープというそうですが入っているものが昔はあったんですビデオ店の名前がデカデカと書いてある袋から VHS5 本を取り出しよし見るかとなぜか張り切ってる父すると姉がお父さんまだ1本入ってるよと言いました父がえそんなはずないぞ 借りてきたシリーズは5までだし1本100円でお父さんは500円しか払ってないから5本のはずだと不思議そうな顔をしました母が「前の人が借りた作品が入ってる状態で店員さんが入れちゃったんじゃない?」というのでみんなはそれで納得していましたいざ見てみるとネットで見たことあるものばかり。 しかもビビる系のものではなかったので、みんなはちょっと残念そうにしていました。気がつくと深夜一時。ビデオ五本が見終わり、あとは謎のビデオ一本となりました。父は子供に悪影響を及ぼすやばいものかどうか一旦確認するために、自分にしか見えないようにテレビを向け、リモコンを片手に操作していました。 父が、うーん。とうなっていて、何かあったのと聞くと、いや、作り物なんだろうけど、不気味なんだよな。と言いました。意味がわからず、僕と姉がそのビデオを見ると、どこかの更衣室のような部屋で、天井からロープを垂らし、首吊りをしている女が、 こちらに背を向けてぶら下がる動画が約5分続いてました。僕も姉もなんじゃこりゃと思わず口にしてしまうほど謎に満ち溢れていたビデオでした。父は返却の時店員さんに聞いてみるかと言いその日は寝ることにしました。家族が寝静まった深夜3時。 僕はパッと目を覚ました自分でも何で起きたのかわからなくてまた寝ようとして目をつむった時リビングから光が見えてたんですその光はドアの隙間から出ていてテレビでも消し忘れたのかなと思い隙間から部屋を覗くと姉が一人でさっきの首吊りのビデオを見ていたんです 姉は5分経ってビデオが止まったら、高速の巻き戻しをして最初から見て、終わったら、また高速の巻き戻しをして、を繰り返していたんです。怖くなった僕はドアを開け、姉の肩に手を添えて、お姉ちゃん、と言いましたが、姉はテレビから目を離そうとしないのです。お姉ちゃん、お姉ちゃんってば、 と何度も呼びかけるうちに、あることに気がついたのです。姉が見ていた首吊りのビデオに映ってる女は、さっきまで背を向けていたのに、どんどんこっちを向こうと回っているんです。僕は瞬間的に、危ない、と思い、ダッシュで寝室に戻り、寝ている父に、お父さん、お姉ちゃんが変 と叫びました父が慌てて飛び起きてリビングに向かうと姉の前に身長180センチくらいはある長い黒髪の女が立っていて姉に手を差し伸べていたのです父は姉をすごい勢いで引きずり黒髪の女に「帰れうちの娘に手を出すな!」と声を荒げて言いました すると女はスッと消えていき父はテレビとビデオデッキのコンセントを抜いて姉を抱えて布団へ戻りました姉を布団に寝かせた後父は疲れちゃったな母さんに内緒でカップ麺でも食うかと先ほどまでのことが嘘のようにニヤニヤして話してきましたその後 父と一つのカップ麺を交互に一口ずつ食べて僕たちは眠りにつきました後日姉に遠回しに昨晩のことについて聞いてみたけど姉は何も覚えてないらしい父はあのビデオテープのことをビデオ店に問いただしたが店員に「うちの商品じゃないですしそもそもお客様に袋をお渡しした時先に何か入ってたように感じなかった」 確かにビデオテープは5本のみ入ってましたよと言われたそうだあれから15年僕は26歳になり高校時代から付き合っていた彼女とめでたく結婚2歳の子供を持つ父親になった夏には二人目が生まれる予定姉も30歳を目前にして結婚まあできちゃった婚なんですけどね ここまでの人生で大きな後悔はただ一つ。それは、父に孫の顔を見せることができなかったこと。あの女の一件の後、父は交通事故で大型トラックと衝突し、帰らぬ人に。トラック運転手によると、飛び出してきた黒髪の女を避けて事故に至ったとか。 僕はあの女の顔を忘れてはいない。いや、忘れていいはずがない。だって、父の命を奪ったのは、あの女だから。ハウリング昔は、 テレビ局も今みたいにじゃんじゃん予算が使えるわけじゃなくてさ、ビデオテープもよく使い回してたらしいんだよ。特にテープをいっぱい使うドキュメンタリーとかだと。だけど、一本、使い回しても上書きする前の音声が影響を及ぼして、使い回せないテープがあったらしいんだ。ハウリング音ってわかるかな あんな感じで、ピーって聞こえる高い音が上書きしても残っちゃうんだ。テレビ局も怖いからお払いしてもらってから焼いたらしいんだけどね。うん。お払いしてもらわなきゃいけないようなことがあったんだよ。そのテープにはね。なんと言っても、その映像を撮ったスタッフのほとんどが死んじゃったぐらいだから。 音声さんがロケの帰り道で発狂したり、カメラマンが交通事故で死んだり、プロデューサーが脳卒中で倒れたりした時は、誰も本気では怖がってはいなかったんだけど、朝、テレビ局の編集室で変死体になって見つかった人が出て、テレビ局もこれが、例のテープのせいだと思って、本格的に調査しようと思ったわけだ。 それで何人かでそのテープをチェックしようということになった。そして、これはその人たちから漏れた話なんだ。もちろん、その人たちももう、この世の人間じゃないけど。その普段のテープってのは、ワイドショーに使おうとしてたテープだった。その頃、とある家で一家真珠と思われる死体が見つかったんだ。家族4人、両親と、 小学生の姉妹ね。で、その家を取りに行こうってことになった。家と言っても、数部屋しかない平屋建ての小さい、小屋と言っても差し支えないような建物だった。で、テープは当然編集前だから、スタッフの話し声も入ってるのね。あまりその辺のもの触るなよ。失礼だろ。 いいだろ別に。なんか嫌な感じがするから早く帰ろうぜ。とか、そんな会話が入ってる。で、いよいよ一番最後の部屋。心中があった部屋に入ろうとした時、音声さんが他のみんなを必死に止め始めるんだ。聞こえないのかよ。ここはやめよう。って。 で、テープをよく聞くと、ピーってかんだかいハウリングのような音が入ってる。これは現場でも聞こえていたらしい。ハウリングだろ気にするなって。ハウリングなんかじゃねえよ。とかなんとか言い争いしてる間に、カメラマンがふつまを開けて中を取り始めていた。中は、たった今まで人が住んでいた、 って感じだった。ビデオにも算数のドリルとか、畳んだ勇敢とか、そういうのが転がっているのが映ってた。考察と首吊りが死因だったんで、血痕は残っていなかったんだけど、部屋のあちこちに暴れて物を倒したような跡があって、すごく生々しい光景だったんだ。そして、部屋をバックにリポーターの締めが録画される。 おい、大丈夫か正規の録画が終わった後、他の人が音声さんに声をかけているのが聞こえる。音声さんは、なんか震えるような声で、こう繰り返してるんだ。殺される。殺される。って、それでテープはおしまい。で、全部見終わった後、 チェックしてた人たちの中の一人がこう言い始めた。例の部屋に入る直前のハウリング、襖を開けた途端に低くなりませんでした。で、どうも音声さんが怯え始めたのはそのハウリングが聞こえてからみたいなんで、みんなそれが気になってはいるところだった。んで、そこのシーンだけ何度か繰り返して再生してみたんだけど、 何に音声さんが怯えているのかがわからない。で、誰かが何を思ったのか、スロー再生してみたんだよ、そのシーンを。音声さんやカメラマンの言い争いが、スロー特有のあの低い声で再現される。で、少しずつスピードを落としていって、それが聞こえたとき、見ていた人たちは背筋が凍るかと思ったそうだ。ハウリングだと思っていたのは、 実はすごく早く何かが喋っているみたいなんだ。で、だんだんスピードを落とすと、現場では音声さんだけが聞こえていたらしいその言葉の内容がわかってくる。そう。スローに落とすと、 はっきりこう言ってるのが全員に聞き取れた。この部屋に入るな、って。もうそれだけでチェックしていた人たちは怖くてテープを止めたかったんだけど、誰も動けずにカメラマンが襖を開けるシーンになった。確かにそこでハウリング音の質が大幅に変わっていたようだ。言葉の内容が、

結婚式のビデオの編集のアルバイトをしています。エリウスという編集ソフトを使い、撮影のミスがあるシーンをチェックし、問題があればカットしたり、つなぎ合わせたりします。チャペルや親善式などの式と披露宴の様子をほとんど削ることなく記念 DVD 化します。そのため、2、3時間あるビデオを 全部目で見てチェックしなければいけません。さすがに等速で見ていては日が暮れてしまうので、普通は2倍速で見ます。これ以上早くするとミスを発見できません。撮影は式場の天井に設置されたカメラを別室からゲームセンターのコントローラーのようなコンソールを駆使して行います。 こちらは私の担当ではないのであまり詳しくありませんが、一人につき二三台のカメラを担当する忙しい作業です。撮影は非常に忙しい仕事なので、時々ミスがあります。例えばコントローラーに触ってしまいカメラが無意味に動く。新郎新婦の顔が画面外にはみ出している。意味のない場面が映っている。カメラの切り替えミス。 などなど。また撮影ではなく、会場側におけるマイクのトラブル、ハウリングなども、私たち編集スタッフがカットし貼り合わせ、音量を上げ下げして、なかったことのように消してしまいます。ある日私は、一組の新郎新婦の披露宴のビデオを2倍速でチェックしていて、画面に一瞬ノイズが走ったのに気づきました。 エディウスでは1秒間を30フレーム、つまり1秒で30回画面を切り替えて動きを作り出しています。そこでさっきチェックしていた場所にカーソルを戻し、今度は等速で見てみます。するとやはり同じところで一瞬画面が薄暗くなったのがわかりました。時々映像にノイズが走ることがあるので、それかと思い、 今度はそのシーンを1フレームずつ順番に見ていきます。それが画面に映った瞬間、私は頭の中がハテナとなってしまい、その次の瞬間には、ひゃえっと小さく奇妙な悲鳴を漏らしていました。変なものが1フレームだけ映っていました。画面の右下3分の2ほどを占める 暗い緑色っぽい球状のものに黄色く濁った魚のような目が一つだけ。それはまるでカメラを覗き込んできているようにも見えました。画面の中央下から左上方向に向かって三本の緑の線。こっちは指っぽい感じです。一フレームだけしか映っていないということは、 相当の速さで動いているようです。一瞬誰かがいたずらで妙な画像を挟んでおいたのかとも思いましたが、そのよくわからないものの背後にはしっかりと新郎新婦が映っています。加工の痕跡もなく、やはりその場で撮られたままのもののようです。私はどうすればいいかわからず、あの、と、 編集スタッフを統括する社員さんに声をかけました。彼はパソコンの画面を一別すると私に毒ように言い、パソコンを操作し始めました。問題の1フレームを音声だけ残して切り取り、その前の1フレームの速度を2分の1に調整して穴埋め、これでほとんど痕跡は残りません。私がオタオタしていると、 彼は、気にするな、仕事続けて。とだけ言って自分の席に戻っていきました。これだけ冷静に対処するということは、頻繁に同じようなことが起こっているのでしょうか。また見たら、やだな。 金縛り動画以前一度だけどうにも奇妙な体験をしたことがある。金縛りというものは多くの人が経験してると思うが、あれは脳の錯覚で、本当は寝ているだけなのに、起きていると脳が勘違いをしてしまうために起こる現象なのだ、と一般的には言われていて、俺も全くそうだと思う。 じゃあ、金縛りが起きたとき、実際にその様子を他者的視点から見たらどう見えるのか。俺はそのことに興味が湧き、実際に自分の寝姿をビデオに撮ることにした。寝る前にカメラをセットし、寝てる間に金縛りにあったと思ったら、朝起きてビデオを確認する。という段取りだが、そう都合よく金縛りに遭遇することもなく、 始めてから2ヶ月くらいは空振りの日々が続いた。ある日の夜、ついにその時が訪れた。その日は特に疲れたということもなく、今日も空振りだな、と、特に期待せず眠りについたのだが、眠ってから感覚的に4時間くらい経って、自分の中では夜中の3時くらいに、 金縛り直前特有の嫌な感覚が襲ってきて、直後に意識が覚醒したと思うと、同時に体が硬直。ついに来たかという興奮と、冷静になろうとする感情が入り乱れる。今回の目的は、金縛りになることもそうだが、この状態をいかに長く持続させるかが重要だ。長時間金縛り状態を保たないと、 ビデオを見た時にどこがそれだったのかわからない可能性が高いからだ。俺はリラックスしすぎないように手や体を動かそうとしながら、やはり動かないな、などと妙に冷静な状態を保つことができ、金縛りになってから5分くらいは経った感覚があった。この状態を保つのにも疲れてきて、もうそろそろいいだろう、ということで最後の仕上げにかかった。 今回、金縛りに会うことの他に、自分の中で、ある計画があった。金縛り中に思いっきり叫んでみたらどうなるか、だ。金縛りの最中、思いっきり叫ぶその様子を外から見たらどう見えるのか、本当に叫んでいるのか、それとも叫んだと思っただけで実際には叫んでいないのか。 それが知りたかったので、俺は金縛りの最後に、全身全霊を振り絞って、うおーっと叫んでみた。確かに自分では叫べたと思った。叫んだと同時に力を使い果たし、意識が遠のいて気がついたら朝になっていた。その日妙に体がだるい。 あれだけ気力を振り絞ったのだから当然だとも言えるが、本当なら撮った映像をすぐにでも見たいところだが、とりあえず仕事に出かけ帰ってきてからビデオを見ることにした。仕事から帰宅し、いよいよ昨日撮ったビデオを見る。楽しみだが、まあおそらくただ自分が寝てる姿が映し出されているだけだろう。叫んだところがどう映ってるのかが気になるところだ。 カメラを PC につなぎファイルを確認する。ここでちょっとおかしなことに気づいた。通常保存された動画は、投資番号ドット拡張紙となる。フォルダ内には数日前から消さずに取りためた動画ファイル数個と、昨日撮った動画ファイルだけがあるはずだったが、フォルダ内には文字になっていない。 めちゃめちゃな名前のファイルが30個くらいあった。拡張紙もない。ダブルクリックしても当然開けない。ファイルサイズはそれぞれ 3KB から 550MB くらいまであったが、試しに動画と同じ拡張紙をつけてダブルクリックしてみても再生されない。仕方なく、ちゃんと、投資番号拡張紙 となってるファイルを開くことにした。投資番号が一番新しいものが昨日撮った映像だろう。更新日時も今朝になっている。再生が始まり、部屋が映し出される。角度的にはベッドで寝てる俺の足元の斜め上から俯瞰で撮っている形だ。画面の下が一番手前になり、俺の足側。 画面の上が一番奥になり、俺の頭側ということになる。しばらくは何事も起こらなさそうなので早送りをする。ここであれと思った。この動画の総時間が画面の右下に表示されているのだが、4時間ちょっとしかない。寝た時間から考えると、7時間くらいあるはずなのだが、妙に短いのだ。 ずっと早送りを続ける。その間、ベッドで寝ている俺は、時折寝返りを打ったり、微妙に動いているだけで、何の変化もない。動画の四分の三が過ぎたあたり、つまり、開始から三時間経ったあたりまで早送りしたが、何の変化もない。しかし、昨日の感覚的に、このあたりで金縛りにあったんじゃないか、と予想を立てて、 この辺りから通常再生にする。動画開始から3時間半を過ぎた辺りで異変が起こった。先ほど来と変わらぬ寝返りを打とうとした俺が、寝返りを打つちょうど真ん中あたりで画面が固まった。具体的に言うと、右手が空中に浮いた状態で画面がそのままになってしまった。あれ と思って画面をよく見ると再生自体は続いている。経過時間を表す数字も変わらず進み続けている。画面の中の俺だけが不自然に腕を空中に静止させたまま一時停止のように動かないのだ。もしかしてこれが金縛りなのかあまりの予想していなかった展開に心臓がバクバクしている。 金縛りとは脳の錯覚ではなかったのか。実際に体が硬直するものだとは思いもしなかったので、どう捉えていいのかわからないまま動画は再生を続ける。硬直してから3分、画面は変わらないままだ。と思ったが、何かおかしい。この違和感は何なのか、と疑問に感じているうち、 と気がついた。寝てる俺の足元の布団の中から何か黒いものが出てきている。あまりにゆっくりとした動きのため気づかなかったのだが明らかに俺の体じゃないものが俺の足元から何か出てきている。やがて出てきているそれは黒い部分の他に 白い部分も見え始めた。どうやら髪の毛と頭のようだ。人の顔。人の顔が俺の足元の布団から逆さまにゆっくりと出てきている。それに気づいた瞬間、俺は心臓が飛び出そうになった。もう動画を見るのをやめよう。そう思ったが、 なぜか動画を見るのをやめられない。手がガタガタ震えているのになぜか動画を見ることをやめてはいけないかのように停止ボタンをクリックすることができない。体の自由が効かない。起きながらにして悲しばりにあっているかのように。ついにその顔は半分近く布団からせり出し目が完全に見えている。 その両目は全く正気がないが、カメラ越しにこっちを見てるように見える。そのうち映像から、ミュンミュンミュンという金属的な音や、ピシッ、バシッという破裂音も聞こえ始めた。このまま見続けたらやばい。あの顔が全部出てしまったらやばい。 直感でそう感じる。やめてくれ。もう見たくない。やめてくれ。心の中で叫び続ける。動画の再生時間はもう間もなく終わりに近づいてくる。頼む。このまま全てが見える前に動画が終わってくれ。と念じた次の瞬間、信じられないものが画面に映った。画面の端からぬっ と現れた人影がビデオのスイッチを押して録画を停止させたのだしかしその画面に映った録画を停止させた人物は他ならぬ俺だった画面に現れた俺は無表情のままカメラに手を伸ばしスイッチを押したそれを見た俺はもはや恐怖と混乱が頂点に達し そのまま気を失ってしまった。気づいたら PC デスクに突っ伏したまま朝を迎えていたが、モニター上のフォルダには動画ファイルと謎のファイルがそのまま残っている。夢ではなかったのだ。正直そのファイルを再生する気には二度となれず、動画を消去した上にカメラもその後処分してしまったのだが、その日は気分が悪く、会社も休んでしまった。 あの時俺が見たものは一体何だったのか。録画を停止させたのは紛れもなく俺だったが、そんな記憶はないし、だとしたら、布団で寝ていたのは一体誰だったというのか。そして、あの顔は。あれ以来俺は、一度も金縛りに会ってない。 父の日記某テレビ局に勤めていた父が死んだ遺品の整理中に父の日記を読んでいて不可解な記述を見つけたので書き込みしますこの話は当時まだ子供だった私も聞いていたと思います今になってあの時の父の焦った顔と共に思い出しました 当時、ロケで冒険に出張っていた父。よくある旅番組で、父は当時のディレクターだった。有名な蕎麦屋に行くにあたって、誰かが風情のある路地を見つけたので、そこを通って、目的地の蕎麦屋に行くということになった。路地は三、四人が並べる程度の幅で、 進行役のタレントさんが歩く絵を撮ってから、路地だけの絵を撮る段階になった時のこと。カメラを回していると、短い髪に赤いロングスカートの女性が曲がり角から出てきた。一旦カメラを止めようとしたら、カメラマンが言った。あそこ、曲がり角ありましたっけ路地は、 分岐路のない直線であることを思い出して場の全員が首をかしげていると誰かが声を上げた再び路地を見ると女性は忽然と消えていた幸いにもカメラを回し続けていたので女性の消えた瞬間も映っていた映像を確認するとこちらに普通に歩いていた女性が 突然ふっと上に引き寄せられるように消える様子が映っていた。その直前には女性の頭上から人の形にも見えるものが女性を両手で抱え上げようとしているような映像もあった。空を見上げたが青空に少し雲が出ているだけで何も見当たらない。 女性の出てきた曲がり角も確認したが、そこはブロック塀だった。地元の人にも色々と話を聞いたが、その路地にまつわる話も、そういった出来事に関する話も、一切知らないということだった。番組自体は放送されましたが、この映像は放送されなかったそうです。心霊特番に回されることになっていましたが、 結局は放送されずじまいでお蔵入りになったと後日の日記に書かれていました。また日記には地元の人たちが嘘をついていたとも書いてあります。父は隠し事を見抜くのがうまかったので何か感じたのかもしれません。 カメラの顔認識システムとその応用数年前のこと俺はとある企業でとある研究チームの一員だったと言っても白衣を着て薬品を扱うような研究職じゃない俺たちがやってたのはカメラの顔認識システムとその応用の研究一台のメインコンピューターにアプリケーションを入れて そこに各地の防犯カメラの映像を送ると、顔を認識して、ID0001 は XYZ を通った。テログを勝手にどんどん作成してくれる。みたいな。ただそんなのは当時でも結構ありふれてたから、そのベースとなる顔認識アプリケーションにじゃんじゃん機能を加えていくことになった。数うちゃ当たるってやつだな。 最初に取り組んだのは年齢推定の実装だったた聞いいことあるんじゃないかなかメカニズムとしては天気予報と同じであらかじめ顔と年齢をセットで数千通り読み込ませておいてカメラが顔を認識したらその正解リストを元に予想値をはじき出すって感じシンプルな方法の割には精度が高くて試験段階でも4割くらいはぴったり当てて あとは誤差プラマイ8歳程度。結構面白かった。でもまあ、年齢推定なんてのもいろんなとこが挑戦してて、もっと独特なものを実装せねば、と奮闘していた。幸い俺たちの手元には大量の顔写真個人情報サンプルがあったので、いろいろと試すことができた。名前、学歴、出身地などなど。 さすがに名前予測は無理だった。ああいう理算的なものはコンピューターには理解できない。だが驚くことに、学歴推定、中卒、高卒、大学卒、一流大卒の4パターンだったが、これは6割近い正解率を誇った。また出身地も、北海道から沖縄までの連続的な値としてコンピューターに認識させると、都道府県レベルで、 10%近い正解率だったなんだ10%か、と思うなかれこれは結構衝撃的だった。年齢の推定は人間でもおおよそ当たりはつけられるが、出身地の推定を10回に1回もぴったり当てられる人はそうそういないだろう。要するに、十分量のサンプルがあればコンピューターの推論は割と当てになるってこと。ここまでが前書き。 本題はここからある日チームでも結構マッドなサイエンティスト A とするが「余命推定やってみようよ」と言い出した当時全盛期だったデスノートの影響でも受けたのだろうしかし個人情報サンプルには当然ながら余命なんて欄はない 撮影年、没年が分かっている歴史上の人物の写真でも使えばいい。白黒でも認識精度に大きな影響はなかっただろう。もちろんカラーのサンプルに比べると精度は落ちるが、顔認識のメカニズム上ほとんど問題はない。しかしそれではサンプル数が足りないのでは要は顔と撮影日と死んだ日が分かりゃいいんだ。天才やら事故やらの被害者を使えばいい。 ちょっと待て。それじゃ外発的な要因で死んだサンプルが混ざることになるぞ。それでいいんだよ。と、ニヤニヤする A。どうやら奴は、僧帽からその人の健康状態を推定し、というのではなく、いわば、道端の占い師まがいのことをコンピューターにやらせるつもりらしい。死者をサンプルに使うことには少なからず抵抗があったが、 その頃の俺たちは好奇心旺盛な奴らばかりだったのですぐに手をつけ始めた。毎日毎日ちまちまと写真、没年、撮影日、余命を入力していき、数週間でサンプル数は2000に到達した。そして試験運用。と言っても正解がわからないので誤差計算もしようがないのだが、最初に試したのは俺だった。 システムを起動し、カメラの前に立つ。すぐに顔に照準が定まり、コンマ数秒の計算の後弾き出された答えは、60だった。うん、男性の平均寿命が80代であることを考えると、いい線いってるのでは言い忘れていたが、俺たちはみんな20代前半で、リーダーだけ30代。次々と他のメンバーも試してみたが、 やはりサンプルが少なかったのか答えはバラバラ。23、112、75、42と結構無茶苦茶な答えばかりである。一番強烈だったのが A でなんと余命0年を宣告されてしまった。やはりコンピューターに占い師の真似事をさせるなど無理だったのかもしれない。だが、 手動で2000ものサンプルを打ち込んだだけにこのままお蔵入りとするわけにはいかない一晩ログ自動生成モードにして会社のサーバーに保存されている様々な場所のカメラ映像を疑似的に読み込ませた翌日コンピューターはしっかりと何千もの認識ログを履いていた統計処理を施すと興味深い事実が浮かび上がってきた 撮影場所によって、その推定値に大きなばらつきが見られたのだ。読み込ませた映像の中でも、例えば小学校で撮影されたカメラの余命推測平均は確か106だった。これは全ログの平均値46に比べてはるかに大きい数値である。逆にそれを最初に下回ったのは、サービスエリアで撮影された映像で、 その平均値は38だった。車に乗っている奴は早く死ぬ。とでも言いたいのだろうか。以下平均値はどんどんと減少していき、余命平均ワースト2ーは、県内のある老人ホーム。平均値は15。最下位はお察しの通り、病院だった。なんと平均値4。いや、ちょっと待て。 病院とはいえ、いくらなんでも余命平均値4年というのはおかしい。部活で怪我をして運ばれてきたような、まだまだ先の長い子供だって大勢いるはずだ。何かエラーが発生したのかもしれない、と生ログを参照した。そして、思わず声を上げてしまった。ID1234、バリュー34。 この場合推定余命を示すといった書式でずらーっと書いてあるんだが34とか50みたいな普通の数に混じっていくつも存在してはならない数が記載されていたのだ負の数である念のため他の場所のログもざっと確認してみるとマイナス付きのものはどこでも23個は発見されたが 病院のログほどではなかった文字通りに解釈するのであれば余命マイナス3年というのは死んでから3年経過ということになる余命マイナスのものが極端に多いおかげで余命平均値が大きく下がってしまったのだろうと冷静さを保とうとする努力はしたがもう全身嫌な汗が出っ放しだった その後、チームで話し合いを重ねたが、嫌な結論にしかたどり着かなかった。すなわち、余命推測などというのは誤差が大きすぎて当てにならない。あるいは、私たちの周りに余命マイナスのものが平然とカッしている。当然採用したのは前者の結論。上層部には、 顔認識を利用した健康状態の調査をしていたことにして適当な報告書を書き、このプロジェクトは闇に葬りされることとなった。私たちは毎日何百もの人々とすれ違い目線を交わしている。その中に余命マイナスの顔はないとどうやって言い切ることができようか。A は余命ゼロ年宣告を出されてから 一年経たずに本当に死んでしまった。通勤ラッシュ時にホームから大ジャンプを決めたらしい。なぜコンピューターにそれが予測できたのか全くわからない。コンピューターが知り得た情報はサンプルと対象者の顔だけである。しかし事実として A は宣告通りに死んでしまった。思想という言葉がある。 人がもうすぐ死にそうだというのがなんとなく分かってしまう能力者がいるのだと非科学的なことは信じたくないのだがこの事件以来俺は防犯カメラと人混みが怖くてたまらなくなってしまったよほどの生命の危機や必要に追われない限り病院にも近寄らないようにしている